朝起きたらさ、みこちさ、うん、下履いてなかった、うん、あれは何や、うん、あー、お尻プリーね。なんか、布団が三人が並んでたよね、並んでね、うん、川の字で一番右で、真ん中がみこち、一番左がみおしゃる、うんうん、でちょうどこの順番だよね。そう、で、スバルが、スバルが最初に起きたんかな。で、なんか、起きて、わー、眠ーって起きて、パッて横見たら、なんか全員布団、なんか着てなくて、で結構暑かったんだよ、部屋が。全員なんか布団がバーってなってて、で、みこちだけあのズボン履いてなくて、なんでこっちズボン履いてないんだろうと。いや、なんかさ、その、暖房がね、ちゃんと効いてたから。そうだね。結構、あの、暑くて、うん、で、まあ脱いだよね、脱いでて。ちょっと待って、それだと雑すぎない？ちょっと説明が。スバルが一番最初に寝たじゃん、2日目というか。寝た、爆睡してた。そう、で、スバルが寝た後に、みこちとじっとにウボンゴやってたんだけど、うん、なんか、すごい温泉で温まってる体に加えて、部屋もまあまあ暖かくて、暖かかったね、暑すぎたんよ、ほんとに。そう、暑すぎて寝れないねっていう話になったんだよね。そう、そう、だから一回部屋を涼しくしようってことで、うん、なんかちょっと窓開けたりとかしてたんだけど、暖房切ったりとか。そう、で、その時にもうみこちが暑すぎて、もうズボン履けないわみたいな感じで、うん、それズボン脱いでて、最高だった。しかも本当に それでもう、じゃあ寝るかってなって窓だけ閉めて、もう暖房も消したけど、でもちょうどいい感じのひんやり感だったからね。そう、もうそのまま寝ちゃったんだよね、ズボン履かないまま。そうそういうこと。なおね、なんかみこちもあれなのかな、実はスバルと一緒で服嫌いなのかなと。いや、嫌い、あのね、みこ家ではさ、あんな感じだからさ、もうなんか最高の夜だったあの子。あ、そうなんだ。みこちゃん、あの子に似てんの。そうだよ。え、お揃いじゃん、マジで。何、ラ族なの。何、ここの3人ってラ族2とノーパン1ってこと。嫌すぎる、マジで。違うよ、女だけだもんね、みこち。そうだよ、なんかみこちはだってパンツ履いてたもん。そうだよ。そう、みこちはノーパンじゃないから。そっちはパンツは履いてないけど、他の服は着てるから。じゃあなんか真逆じゃん、真逆の存在じゃん。何この低レベルな争い。もっとなんか